じゃーんと、と買いました。ロジクールのトラックボールマウス。これがトラックボールってやつですね。これをくるくる回してカーソルを動かす。ということで、今まで使っていたこれマウスパッドいらないってことで、ポイ捨てちゃいました。簡単に、できましたね。これを、ちょっとこう刺す。刺すコモだけで、セットできますので。ここですね。これをこちらに入れるだけです。で、これをひっくり返すと、ここがスイッチですね。オンにしておきます。トラックボールちゃんが裏から見えますね。これをくるくる回るんですね。すごいな。そして、ここで電池を入れ替えます。電池はですね、だいたい、何日 ?180 日入れ替えなくていいらしいです。知りませんけど、今から使うんで。これね、昨日テレビ見てて、椅子をいろいろ研究して作っている、設計している人間工学の博士も、これ、パソコンの前これ置いてありまして、人間工学的にも、やっぱり、認められてるんじゃないでしょうか。なんで小声になるかは知りませんけど。ということで、使いこなせるまで、しばらくかかるかと思いますが、頑張ります。これを、ここで親指でくるくる回すとカーソルが動くっていうことですからね。で、フィットさせて、こう指でフィットさせて、左、右、クイックですね。クリック、クリック。で、上下がこれかな。で、ちょっと指を沿わせるところもついてまして、これ角度がこうなりますので、今までのこうよりはこうの方が自然ですよね。手の甲が。な感じで、ちょっとこれを、で、カーソルを動かすっていうのが今まで慣れてない。今までマウスはこうやってやってましたので、それをこう、これだけでやるっていうのを慣れるのが大変だと聞きましたが、慣れたいと思います。では、ちょっとこれでやってみたいと思います。こう、くるくる回すと、これがくるくる。回るんですね。くる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 。選んで、でさらにこれを親指で回し、で、選択と。はぁ、あ。今ちなみに、モデムみたいなのが故障してまして、こういう画面になってます。とほほ。ポチ。あ、そうか。これを持ってって、閉じると。持ってって、ポチ。あ、できた。なかなかですな。